どうも、リバイブです。さあ、本日の企画は、俺が日頃大好きなもう言ってるハイパーゾーン、ゼロってやつ最近やってないけど、ゾーンです、僕の。アイインエナジードリンクです。まあ、エナジードリンクいっぱいあるじゃないですか、うん、レッドブルとかモンスターとか、うん、俺はゾーン派なんですけど、皆さん何派ですか？飲まん。強いて言うならレッドブルですよね。ああ、なるほどね。モンスターはよくユウヤが飲んでるイメージだよね。ああ、そうだね。お酒でエナジードリンク割のやつあるじゃないですか。あれガンギマルよ。レッドブルウォッカーとかあるじゃん。あれガンギマル。なんでゾーンはないんだと。なんでレッドブルなんだと。ほぼレッドブルじゃん。モンスターは聞かないけどさ、レッドブルじゃん基本お酒って、まあ、レッドブルなんちゃらみたいな、ゾーンでもいいんじゃないかと。ゾーンに合うお酒、ゾーン何割が一番美味しいのかなっていうのを今日ちょっと検証していこうかなと。なるほど。思います。思います。俺らね、これ自体が初めてにとってもあるから。あー、なるほどね。一回普通に飲んで、それだけ普通に飲んでみよう。一回飲んでみよう。じゃあオロナミンCみたいな、いただきます。どうですか？あ、まあ、予想した味ですね。お酒で割ったらね、何が美味しいのかと、今日はこちらのね、メンツで割っていきたいと思います。ね、本当はね、あの俺、マリブとかやりたかったんだよ。あのピーチとか、あとカルーナとか絶対合わないけど、うん、だけどちょっと準備不足でコンビニでしか買えなかったんで、このメンツになってるんですけど、まあこちらでね、やっていこうかなと。じゃあやっていくぜ。よくわかんない、スタートしてやっていくぜ。レッドブルウォッカがよく俺聞くのよ、レッドブル。あ、まあ、だからウォッカで行く。君ね、ウォッカで行きましょう。ではナチュエス。ナチュエス。薄くない？薄いか、うん、でも美味しくない？うん、ちょっと味わかる、うん、やっぱちょっと薄いか。俺はいいよ、俺濃いめに作ってあるからさ俺はいいよ。あ、ちょっと、わかるわかる。ウォッカか。でも、このゾーンのおかげで美味しいかもしれない。ハイパーゾーン入っちゃうよ、これは。これがハイパーゾーンなの。ハイパーゾーンです。深夜2時。これ何点っすか、ちなみに。75%。パッパーになっちゃった。あ、でもそのぐらいだね。とりあえず基準としてね、基準としてハイボール行こう、ハイボール。ゾーンハイボール。リオのスタンドはザ・ワールド。いただきます。こちらです。うわ、ツル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 。あゆ、なんか酒強っ。ゾーン弱っ。77点。あ、俺か、俺85点。80点。おい、こっちの方がうまいよ。じゃあ気になる日本酒いっちゃいます。いいですか、これ合うのっていう。なんか日本酒は太るらしい。いや、私が女と電話してますが。じゃあとりあえずいただきましょう。いただきます。美味しくない？え、うまく混ざってる、うん、え、美味しくない？俺好きかもしれない。うん、ゾーンのフルーチーさとフルーチー相まってうまく溶け込んで95点。お、90点。92点。おお、これ美味しいよね。俺一気に跳ね上がっちゃった。これが今、これは美味しい。90点超えです。これは何ですか？あ、我らが。おお、トチアカメイ、トチアカメイ、ご覧ください。栃木のイチゴはトチアカメイ。全然違うみんな。お、イチゴ強くね。イチゴ強い。ゾーン消えてんだけど。イチゴの風味すごいね、うん、ほぼイチゴの。これは飲みやすいね。ゾーン来てるよ。嘘。うん、後味完全イチゴなんだけど、酔ってる絶対に。何か分かんない顔が強いもん。85点。82点。90点。おお、まあ、飲みやすさは、飲みやすさ十分。飲みやすさ一番なんだけどやっぱ酒飲みの俺酒感はないね。じゃあ絶対に合わないの言ってみよう。梅酒。梅酒。梅酒は合わないっしょ、さすがに。うわぁ、やったな。酔ってんな俺。やったな。やってんな。ミカサが好きな人はエレーガー。イエガーのエレガーあった。イエガー、もう酔っ払って飲みたい。梅酒が弱い。なんかそのさっき言ってた通り、なんかカレーの味しない。ソースみたいな味しない。しすぎるね。何これ。これカレーっぽいもんだって。あ、それは梅が強いから。60点。65点。55点。一番まずかった。
一番まずい、これダントツでまずい、くせえ。それは割と合うんじゃない、一番あったし。いや、タクトとアンニンですか。いや、美味しそう美味しそう。いや、単純にこれうまそうじゃね。ほんと水に逆付きを、心にユーモアを、唇に歌おう、マッチでーす、俺だけだって。その簡単、恥ずかしいわ。やめたくない。そりゃ、そうやってるよくやってる。あ、やってるよ、よくやってる。テロップつけてつけて。流行んなきゃやめたくない。俺たちの中で流行る、大宮で一番流行ってる。絶対流行ってる、絶対に。俺たちだけで流行る、いつもの3人で。あ、まあ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 、ジュースきます。どう、あー、でもなんかゾーンないな。やっぱりフルーツ系は何人かよくわかんない味がする。でも桃の味はわかるよ。79点。75点。82点。全然違う。まあまあまあ、美味しかった、飲みやすくはあったけど、一番のはゾーン感がないな。さあラストか。ここまでやってきました。いいチコ麦焼酎、いいチコ、いいチコ出た、いいチコ。これがあれなんでしょう、サワーのあれなんでしょう。あの焼酎は、焼酎を何かで割るとサワーって呼ばれる。そうなんだ。炭酸水とか。へえ。じゃあいつもグレフルサワーとかは全部これってこと。いや、これっていうか、あの焼酎。レモンサワーとかは中杯。あ、中杯、中杯。焼酎、焼酎。あ、だから中、ね、焼酎と日本酒の違いなんですけど、発酵させた米とか、まあこれだと麦なんだけど、をそのまま絞って作るのが日本酒なんですよ。で、この、分かる、麹ができるじゃない、これを火で炙って蒸留させたのが焼酎なんです。じゃこっちの方がいいんじゃない。いや、俺日本酒の方が好きだわ、絶対に。日本酒、でも日本酒の方が難しいって言ってた。心臓を捧げよう、乾杯。雑。うわ、うわ、ちょっと、あ、これ一気に酒臭くなる感じだもんね。酒感がものすごい。塩水いいっすか、自分。いっちゃえんすか、自分。いいっすか、ね、いいっすよ。ちょっとストップ。決まってる。マジでよ、顔ばっかだわ。70点。マジか。続いていいっすか。ポンポンポン。ダメでーす。ダメなんすか。ポンポンポン。いっちゃっていいっすか。お願いします。ありがとうございます。続き自分で公表してる。いや、私は80点。おい、やっちゃっていいっすか。やっちゃってください。やっちゃっていいっすか。いや、70点。70点でしょ。そのということで、ダントツ優勝、日本酒、はい、ワンカップ大関。これはね、普通に俺家でも飲みたいかもしれんっていうレベルで美味しいかもしれん。これはでも家で酒飲むことあんのないけど。皆さんもぜひお試しください。最後に、ゼクス君から、ガンギマネゼクス君からいつもの一言で終わりたいと思います。ハイパーゾーン突入。